はいどうも、今回はね、関口翔太でいきましょうか。あまり知られてないと思いますけども、翔太の寿司っていうドラマ、漫画があって、まあ、決め台詞がね、日本一ってやつなんですよ。あの、寿司の世界で、いろんなライバルに勝ち抜いて、苦しい修行を、まあ、いろいろとね、乗り越えていって、日本一の寿司職人になる、そんなストーリーなんですけども、やっぱこの寿司の世界一本でやっていこうと思ったら他のほとんどのことをね諦めるっていうか捨てるわけなんですよね。で、あの酒やタバコをやらないって吉谷さん言われてましたけど、本当に私やめたんですよね。それは酒と時間の無駄なんですよ、はっきり言って。酒タバコ、うん、あのもったいないなと思ってるんですよ。これがね、何をするのもったいないかって、自分の人生を生きるのに非常にもったいないとっていうのが、タバコもそうだし、お酒って飲んだ後の回復までに時間がかかるんですよね。でしばらく一定期間車にも乗れなくなっちゃうところもありますしね、うん、でお酒を飲むためにお酒を買いに行かなくちゃいけないとかね。でほとんどの場合に私はこういうね、時間の無駄コミュニティっていうふうに自分で名付けるんですけどねまあ自分が興味がないことは全部時間の無駄と言えるんですけど、それを徹底的に削ぎ取って、やっぱ日本一とは言わないけども自分の道をね引こうと思ったら、まあ確かにね、お酒やタバコも込みでの人生っていうのも作れるんですけども、私の場合はそれをせずにね、まあ、一心不乱に自分の道を進もうかなというところですかね。まあですんで、そのレジャーとかをやってる暇がないと言いますかね。でそもそも自分の人生そのものがレジャーなんで、わざわざそこにレジャーを付け加えることないかなっていうふうに無理やり考えてるところもあったりね。まさに日本一を目指すためには一本道ですね。日本一を目指すのは一本道を行かなくてはならないかなと。まあ今ではね、そういうのはあまり受けないし、あのマルチタスクで行った方がいいんですけども、まあ私のマルチタスクっていうのは今の状態ですかね。うん、本当にパワーを傾けられるものを集めて、それ以外はもう完全に時間の無駄、人生の無駄、その人との付き合いが無駄というふうなね、もう完全に01で分ける、オンオフで分けるみたいなね、切り分け方をしてるかなってことですね。で本当に関わらなくちゃいけない人に対してはやっぱりこう速化塾っていう囲いに入ってもらうっていうところにシビアに決め込んでるところがありますし、あの久保哲郎との付き合いを続けたいっていうふうに思わせるための情報発信、情報コンテンツの作成にまあ日々尽力しているところかなと思いますね。とにかくね、時間の無駄がこの世の中にいっぱいあるんですよ。で本人はそれを時間の無駄と思ってないんですよね、うん、だから まだ私は修行をしないといけないかなと思って、自分の時間の余裕すら作れてないというかね、まあ、ある意味その他人と関わることによって自分の大切な時間が駆逐されてるわけなんですよね、うん、もう大切な時間、例えばね、意味のない LINE が来てそれに返信するのだって数秒なくなるわけじゃないですか。その数秒だってね、二度と戻らない人生の貴重な時間ですから、もっと大切なものに使えなかったのかって感じますよね。だからもう基本的に無視ですよね、しょうもない人とはもう本当しょうもない情報も遮断、しょうもないものは全部カットしていって、身のあるものだけに意識を振り向けているかなと。それでも外すことがありますんでね、明らかにこれ雑談してるだろうみたいなことは絶対やんないですね。もうね、もうバカバカしいんで全部カットカットでいってきますか。その1秒をかき集めて1分とか10分とか1時間にして、例えば自分の家族にそれを使っていこうかなっていうところもあるし、塾生さんにやっぱりね恩返ししたいなってところもあったりとかね、そういう感じで自分のコミュニティをもうとにかく小さくしていかないと、なんだろうね、 LINE の何ポンと飛んできてそれを削除するのだけでも もったいないですよね。それ生涯かけたらどのぐらい無駄にしてんだみたいなとこですよねまあとは言ってもね、振り向いてこれは無駄だったなって後で分かることであって、一生懸命やってる時っていうのはね、さすがにそれが有益だと思ってたんですよね。いや私返す返すね、無駄なのか無駄じゃないか分かんないんですけども、ね、人を雇って店をやっていたっていうのはすごい無駄だと思いますね。だってあれ数年後まで借金の返済してましたからね、うん、まあ、シビアに日本一一本道目指していきましょう。いってらっしゃい。